ディ・レミックはアメリカ合衆国の映画、テレビ女優。代表作は、ある殺人、酒とバラの日々、オーメンなど、マサチューセッツ州クインシー出身。父はデパートを経営するビジネスマン、母は女優。26歳の時ジョージ・キューカーとのリハーサル風景、アクターズ・スタジオで学び、1953年十8歳でブロードウェイにデビューした。1957年、 22歳の時エリア火山の群衆の中の一つの顔で映画デビュー。1959年のある殺人ではゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネート。1962年アルコール依存症に陥る主人公の妻で本人もアルコールに溺れる役を演じた酒とバラの日々ではアカデミー賞にノミネートされた。1966年には舞台。 暗くなるまで待って、で、と2位賞にもノミネート。41歳の時に出演した、オーメンは、評価の評価は低かったが、76年の空前のオカルトブームの中でヒットし、この時に演じた母親役は印象深く、恐怖に驚いて、カッと見開いた、大きな瞳と、キャシャな顔立ちの表情は、この作品の象徴となった。七十年代には十本以上のテレビ映画。 ドラマに出演して、ゴールデングローブ賞と英国アカデミー賞のテレビ部門の主演女優賞を3度受賞した。エミー賞には7回ノミネートされた。79年のドラマ、アイクでは、ロバート・ディヴァル演じる主人公、アイゼンハワーのヒロイン役を演じ、チャーチルの母親の電気ドラマ、ジェニー、レディランドルフ・チャーチルでは、主人公ジェニーを演じて好評を博した。 1991年ハリウッドオークオブフェームに映画女優として追加された。同年、腎臓癌と肝臓癌によりロスアンゼルスの自宅で夫と母親、息子と娘たちに見守られて息を引き取った。長く暑い夜。ありがとうございます。